フリースペースエンジニアリングは MF 東京2015にて1枚撮り機能付きツインストッカーシステムを出展しました。このストッカーシステムは従来にはない効率的な素材供給を実現しています。スペックとしましては素材の積載量として3トン、高さとしては210ミリ積載と90ミリ積載という2種類の積載高さを持ったストッカーになります。最大の特徴はですね、あちらにあるんですけれども、1枚撮り装置を棚内につけております。でこの1枚撮り装置により、棚内の素材のパレットから1枚、ワークをピックアップすることができまして、他のパレットに積載することができます。でこれを棚内のいろいろな材料に対して1枚撮りをしていくことによって、1枚のパレットの上にいろいろな素材を積載していくことができます。1枚撮り機能のついたストッカーシステムを使用することで、従来ストッカーの外で行われていた段取り作業を自動で棚内のスペースで完結することができます。また昇降スピードも高速仕様となっているため、短時間で段取り作業を行うことができます。弊社の商品の特徴としては、拡張性っていうのは非常に大きな特徴性としておりますので、最初まず一つの棚一連から始まったやつをツインにして、さらにトリプルにするっていう形っていうのも、お客様の工場の拡張に合わせてできるようになっております。日本国内では積載荷重2トンが標準となっていますが、このストッカーシステムは海外市場での標準の積載荷重3トンに対応しており、海外での販売も視野に入れています。こちら の商品なんですけれども、従来の素材ストッカーとしての運用だけではなくて、1枚撮りをつけたり、2連3連と横に伸ばしていったり、さらに将来的にはレーザー加工機用の素材を供給する、そういったシステムにも使用できる棚になっております。